はい、どうもこんにちは。今回ですね、ジャッキ買いました。まあ別にジャッキ買う予定なかったんですけども、まあその別のまあ用事でオールバックスにね行ったら、たまたまもう、12月のね下旬なんで、もう12月なんで、まあ、タイヤ交換の時期ということでね、まあ、その入り口の方にデカデカと、まあタイヤ交換のね、まあ、いろんな工具がまあ置いてあって、でそこでですね、まあ、ジャッキあったんですけど、価格がね、まあ、非常に安くてびっくりしたんですけども、まあ、ここ見ていただくとね、まあ、2999円プラス税ということで、まあ、本当3000円でね、買えてしまう、まあ、ジャッキなんですよね。油圧式がね、この値段で買えてしまう、まあ、時代っていうのは、まあ、とうとう、まあ、来たのかなって思うんですけども、まあそのまあ、別にねこれ買わなくてもその、まあ、こういうですね、まあ車載の、まあ、パンタグラフジャッキでもまあ対向交換できなくはないんですけども、やはりパンタグラフはすごい力を、使います。手が痛くなるし、まあ、すごい腕もね、腕の筋肉は、すごい使うので、まあ、疲れますしね。タイヤ交換、4本交換するとすごいもう疲れます。そんな時にですね、やっぱり、まあ、油圧式1個あるとね全然違うと思うので、今回この、まあ、ちょっとね怪しいんですけども、この3000円で買えるジャッキがどんなものなのかっていう、まあ、性能ですね。まあその辺見ていきたいと思います。でこちらなんですけども、まあ、メーカーがですね、なんかバルって書いてあるんですけども、裏側を見ると、まあ大橋産業という、まあ、株式会社で、まあそのトルクレンチもね、まあここの、まあ、ものをね持ってるんですけども、それもね3500円ぐらいで、かなり安く、まあ、買えるんですよね。なのでまあとりあえずね、そんなヘビーユーザーではないので、1年にね1、2回まあ使う程度かなっていう感じなので、まあこう安いものでいいかなと思って今回購入しました。ではね、早速今からこれ開けて、まあ、実際にね使ってみたいと思います。はい、今ですね、まあ、ちょっとタイヤがね、まあ、こんな感じで、まあね、指が、まあ、ちょっと危険なんですけども、まあ、ちょっと指がね、まあ、1、2本入る程度まで、まあ、1センチ、2センチね、まあ、両方の後輪タイヤが上がる程度まで、まあ、ジャッキアップしました。で、まあ、ジャッキアップなんですけども、まあ、その、まあ、意外とね、まあそのストロークね、意外とこれ短いんですよね、角度が。まあ、30度ぐらいですかね。30度ぐらいでこう、まあ、パタ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 ね、するような感じなんですけども、まあそのジャッキアップポイントまで、くっつくまではね、だいたいまあ1往復で、まあ2センチ程度。で、まあだいたい10回ぐらい、まあやることによって、まあだいたいジャッキアップポイントまで、まあ、到達する。で、その後ですね、まあ、タイヤがこう全部浮くまで、まあ、10段階でやると、まあ大体7割ぐらいまでは、まあ、6割か7割ぐらいまでは、まあ、タイヤがね、まあほぼほぼこう、まあ、浮いてくる直前なのかなっていう、まあ、そのくらいまで行くと、そこまでは、まあ、ある程度の、まあ、力ね、軽い力でいけるんですけど、やっぱり車体の後部を、の持ち上げるってなった時はかなりね、力入れないと持ち上がってくれません。もう結構ね、そうですね、荷重といたしましては、まあ20キロ程度ですかね、20キロ程度の力で、まあ、押すような、そのくらいの力が、必要になってきます。なので、まあ、結構ですね、まあ、力最後の方は必要なんですけども、まあ、でもそれでも体重かければ、女性の方でもね、難なく
車ジャッキアップできますので、まあ、パンタグラフにね比べたらやっぱり楽なのかなと思います。まあ、あとはですね、まあ、ちょっと今アスファルトなんですけど、この車輪の、まあ、大きさがちょっと小さいので、この、まあ、こうだんだんね持ち上げることによってこの、まあ、中心がねこう後部にこうずれていくので、このジャッキがね、まあ、前方に行かなければならないんですけど、ちょっとねこれが、まあ、足場がねあんまりツルツルの良、くないと、まあ、ちょっとねあのジャッキアップポイントから外れそうになりそうな、感じなので、ちょっとねもう少しあの地面がねあのツルツルの場所ならいいんですけど、ちょっとガタガタの場所だとね、やりづらいかなって思いました。はい、まあね、大体ねあのジャッキアップは、こんな感じで、まあまあ問題なく、大丈夫ですね、問題なく使えると思います。はい、ということで、まあ、ジャッキね、下ろしていきたいと思います。はい、というわけで今回はこの、まあ、3000円で買えるね大橋産業株式会社の、まあ、バルという、まあ、読み方で合ってんのかちょっと分かんないんですけども、まあ、バルという、まあ、ブランドなんですかね、そういうような、フロアジャッキ2トンのねフロアジャッキ使ってみたんですけども、まあ、今回ね持ち上げた車フリードなんでね、まあ、1トンちょっとだと思うんですけども、まあ、結構ね最後の方は、辛かったです。ですけども、まあ、あの体重をかければ、難なく、簡単にね、持ち上げることができますし、パンタグラフみたいにね、もう自分の力でこう全部、回していくっていうような感じではないので、やっぱりパンタグラフよりは楽なのかなと思います。3000円の、価値はあると思います。ただですね、まあ、やっぱりいろんなところを見てみると、まあ、ちょっとね、まあ、安いものなので、まあ、使い勝手がね少々悪いところもあります。まずですね、まあ、やっぱりこの、受け皿っていうかですね、あのジャッキアップポイントにこうつける場所のここにまず、こちらですね、ゴムのなんですかね、まあ、パッドみたいなのがついてないので、まあ、ジャッキアップポイントね、傷ついても錆びついてしまうとか、まあ、そういう恐れがありますので、別途ね、ここ の, あのジャッキアップポイント用のゴムのねゴムのパッドを、まあ、購入した方が、まあ、いいと思います。それとですね、まあ、特にね、まあ、問題ないんですけど、強いて言うならばこのねストロークがねすごい短い、このピストンのストロークが短い、まあ、よくね、3トン用の、まあ、もっと大きいやつで、結構ねいい値段する2万ぐらいするのかな、まあ、アルカンっていうねメーカーの、まあ、ジャッキがあるんですけど、あれはね本当にあの1往復もっとあのダブルピストンですね、ダブルシリンダーで、1往復で10センチぐらい一気にこうガッガッって上がるんで、あれはね本当に楽ですね。またねこのカチャカチャやる、力もねあれは本当に軽いんでいいんですけども、でもこれね3000円なんで、もう3000円のね、値段の仕事は、十分してくれます。まあね、あの一家にこれ1個あったらかなりねタイヤ交換楽になると思いますので、ぜひねこの際、まあ、オートバックスでねおそらく、まあ、3000円ね売ってると思いますので、まあジャッキね、考えてるっていう欲しいなと思ってる方はね、まあ、オートバックス行ってみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、今回ね、オートバックスで売ってる、まあ、3000円で買えるね激安のジャッキ、まあ、どんなもんなのかっていうね、まあ、使ってみて、まあ、使用感の方をね、まあ、ざっくりとしてるんですけども、まあ、簡単にねレビューしてみました。ではね、また次の動画で会いましょう。